こんにちは。こんにちは。どうもです。こんにちは。今日はみちゃみです。何の作業してたかはまだ言わないんですけど、さっきシンシンがショールーム配信してる横で、すごいうるさい音を立てて作業してたんですけど、その作業はちょっとまだ言わないので秘密です。今日はナンバラエティ公演です。めちゃみにしました。そうです。今日は前髪はこの中にしまわれてます。シンシンと最近仲良しってよく言われるんですけど、それでも最近なんかこう一緒にいることがバレ始めただけでバレ始めたとか言って、結構そう昔から仲良かったんですけど全然知られてなかっただけで、最近明るみになってきたってだけ。そうなのバレ始めちゃった、仲いいことが。そうそう。ミルさんが配信でケイトにありがとうって言ってくれた。なんでですか？嬉しい。そう、今回昨日まで3日間ずっとサマーライブをしてたんですよ。で、初日の日にミルさんのソロ曲の「僕は愛されてはいない」をやらせてもらって、もうやばいぐらいに嬉しかったんですけど、 それに嬉しい。やったね。本当にずっと、もういつかやりたいって思ってた曲だったから、そう嬉しかったです。疲れてない。楽しかった3日間。しかも今回ケット3日間4公演あったんですけど、3日間で3公演しかしてないから1日1公演しかしてないし、でも基本コンサートとかやってもなんか疲れるっていうか、あんま疲れへん、なんていうんやろ、疲れたって思うより楽しかったって思う方が多いから、なんか疲れることはあんまないかも。そう、大変とかはない。楽しい、リハからずっと楽しいなって思う。そう、なんかさ、その体力的にこうやっててなんやろ疲れるみたいなのはあるけど、その後々疲れたっていうのはないかも。4公演出たかったですよ、出たかった。そう、でも次世代も見てたんですよ、見に行かせてもらってて、その実質4公演1公演座ってるだけやけど、そうそう見てました。そうです、今日はナンバラエティで、明日が青春です。そう出たかったですよ次世代。そうそうそう。混ざってても大丈夫、バレへんかな。でもバレるかな、バレなさそうじゃない。しれっといて、ベテラン公演やってほしい、やりたい逆に。次世代は
3回目今回がとかやと思うんですけど、 3回目かな多分、4回目けどベテランライブはないからやってほしいね。なんか次世代は次世代の良さがあるじゃないですか。やっぱ若いこう新しい子たちを見て、こう次はこの子だみたいなのを探す楽しさがあると思うんですけどでもベテラン公演はやっぱこうすごいっていうのをやってみたい。まあでも正直そのベテランとか次世代とか何をもってどこで決めるのかとか難しいですよね。ね、ベテランっていうほどでもないけど、そうそうそう、めっちゃ良かった次世代7年目はさすがにもう次世代は無理無理か、ね、そうでもやってみたくなりましたね。次世代で良かったのいっぱいあるよ、いっぱいあるけど、ケイトが挑発の青空めっちゃ好きやったテンナちゃんがセンターでやってたんですけど、もうなんかほんまに良すぎてなんか笑えてくる息までいてて、もう似合いすぎてて思わず、なんかセットリストは知ってたんですよ、そもそもリハーサルの時から。だからめっちゃ楽しみにしてて最高の人選やなって思って、そう法定速度も良かった。みんな法定速度とか未来とはとか、あとアドレナリンとか、そういうなんか次世代って感じの曲とかはやっぱいいなって思って、フレッシュだなって感じるし、てんなちゃんのキャラにもぴったりやったし、なんかすごいセンターが似合ってるというかかっこいいなって思った。ちゃんとてんなちゃんの挑発な青空になってたから、そう、それがすごいなって思ってね。そうそうそう、ダンスコーナーもね良かったですし、そう、よかったよ、ね、ね、くるみちゃんすごかった、びっくりしたよ。そう、まあそのメンバーに入ってることも知ってはいたけど、すごい。うん、衝撃なんか何前座とかでやってるくるみちゃんとはまた違った、もうくるみ様でした。本当に表現力もすごかったしかっこよかった。本当にサマーって感じだって、思わず終わった後に敬語で本当にすごかったですって言いに行っちゃった。そしたら頑張ってくださいって応援してもらいましたね
ね。そう、本当に涙の表面張力かっこよかったですってすごいですって言ったらこの後頑張ってくださいって応援してもらいましたね。そうでもね、10期生の前座も全部すごい見てたけど良かったので、かっこよかった。みんななんか自分の前座の時ってこんなできてたっけ、いやできてなかったなって思うから、みんなすごい本当に感動でした。あっという間、あっという間に2日間終わっちゃったなって感じ早かった。やばい、くしゃみ出そう。配信してるね。やる？いいかなって思って。あ、え、やばい。今からや、いやそんなことない。いけるで。いけるよな。うん、いや、いつ半分こしたい。そんな。可愛いそのツイン。うもう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 。何する？これでできる？いけるで。やろうし。やろう。出口くん。出口くんです。全然出口くんのキャラじゃん。あんな頑張ったのにな、うちら。ケイトが一緒にネタ考えてくれたんです。やめて、言わんといてなんでよ、滑ったみたいなね、ケイト強要じゃん、やめて、大きい声で絶対言わんといて。ケイトが一緒にネタ考えてくれました。絶対やめて、それもう一生言わんといて、その、この先ひどい、この先一生言わんといて、ひどい、やめて、全部考えてくれました。関わってないことにしといてお願い。そんなことない、じゃあね、ケイトそんなとこ言ってないで。ケイトはバナナの、うん、あの叩き売りのところしか言ってない。あ、そうやそうや、そうやね。前ちゃんとやったから、和田がすごい面白いこと言ってくれたから、ね、青汁あるとは言ってない。青汁は聞いてたやろ。でも、え、聞いてたけどな。でも最悪ケイトがやってくれました。ケイトが考えたってなってるやん。違うね、そんなことケイトがやってくれたやろ。やめて、ほんまに変な宣伝の仕方よくないで。ね、もうあの1日も2日目もちゃんとネタ聞いてくれたんです。やめて、もう絶対外で言わんといてな、もうここだけにしてな公園で言おうかな。絶対やめて、もうケイトの名前出さんといて。いそのことに関して、ひどい、嘘嘘、ね、やってくれたんです。嘘嘘、すごかった、うん、大好きやで、ね、ケイトはもうあのラビを見るのが大好き。そう、そうなんです。こんにちは。一生懸命やから面白い。なんか愛おしくなってくるよね、皆さん。びっくりよね、1日に 3個ずつネタを考えるの。頑張ったよな、めっちゃ頑張って考えてた。なんかそうなんです。そう、ケイトが見てくれてリハーサル、それでじゃあ見てくれてた。それであのちょっとねアドバイスくれたんです。やめてや、うん、そうなんです、参考考えました。びっくりびっくり、なんかあれ、私職業合ってるみたいな。時間が何日か流れてましたが、考えてるから余計おもろい。そうだね、ほらほらほら、ほら2日目さ出てきた時、おで言われてさ、あれやばい、もう頑張らなってなりました。ちなみに心身のタイプの出口くんです。そこも嫌われたやろ。もう嫌われたやろ。紳士がハーギンにとか言うから。歯出しといた、一応こうやってちゃんとな、答えてな、うん、歯出しといたね。おもろいわ。いや最高、ありがとうございます。ほんまに最高、ありがとう。こんにちは、今日は17時開演。でも全然告白されへんかって。そうだ。告白する前に逃げていきました。紳士、おはようございます。うわー、なんでこれ、そう、どうなっちゅう、なんで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 、余ったから。
やったー。すっごい大きいドーナツが、ワクワクドーナツが来たね。へー、後で食べる？今食べる？え？うん、そうやな、食べ、うん、後でにする。私公園前食べられへんねん。でもめっちゃお腹空いてる。なお腹空いたけど、うん、ちょっとドーナツ空港の時にパフォーマンスするのが一番好調です。あ、そうな、うん、。コンサートとかもそういうタイプ。そうなんです。お、嬉しい。どんなやってこんなん、めっちゃ大きいねんけど、うん、見たことないドーナツのいいね。まあ、王道の美味しいドーナツです。昨日もなんかドーナツってやんな、あったね。なん、でも気づいたらなくなってた。そう結構あったね。あれ、は、真っさらな箱が。メイクさんとまあ分こしたドーナツね。みんな好きよな、ドーナツ。うん、好きやな。なんだ、でも自分では買わへんかも。あ、そうなん。買う、逆に買わへんやろドーナツってどのタイミングで食べていいか分からへんよ。え、そうなんやね。朝ごはんとかそんなわけ。昔はでも味噌の朝ごはんとかやった。うん、うん、でもな、お腹たまらんもんな普通に。え、たまる、パンと一緒じゃない。え、パンってお腹たまらんくない。めっちゃ白ご飯派やねんけど朝ごはん。ああ、ご飯かパンかで言ったら、うん、朝にパンを食べようって思わへん。なんかやっぱ、うん、あれかも、おやつとかにパンを食べる、昼ご飯とか、うん、なっちゃう。健康的な朝にちゃんとご飯食べる。そうやな。家になんかさ、お店のパンがあったら食べたいと思うけど、うん、リッチなこと言うの。贅沢、贅沢だからあるな、みんなにパン配ろうとしてた。あ、そう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 。自分のいらんパンを持ってこと。そんなことない。お店のパンは食べたくなるね、やっぱり。まあね、うん、食パンとかってさ、うん、チンするやん、うん、でバター塗るやん、うん、そんな朝時間なくない？確かに確かに。それもでかい。確かにな。そう、朝食やったら朝パンでもいいか。朝か朝食ないと朝パン食べる。そうな、うん、スムージーとかじゃん。フルーツとかヨーグルトだけの人とかいるやん。ああ、そうだな。まあまあ気分です結局パン食べたい時は食べたいし、旅グルメ、うん、語ってくれてます。パン食べた、まあ、好きなもの食べればいいと思います結局ね。でもほんまにあのご飯どこ行ったらいいっていうのをラベに聞いたらすぐ答えてくれる。この前も言ってくれてたねそう、この間もどこ行ったらいいって言ったらすぐ、もうめっちゃ早くてびっくりした。そう、最近良かったところを提供しました。そうそう、教えてくれて、そう、すごい。ライブの日の朝ごはんさ、納豆ご飯食べるって言っててんけどさ、うんうんうん、もうさ出る10分前ぐらいにしかも毎日起きられへんかって、うん、毎日プロテインでしたうんそうやね、やっぱ朝からな、ゆっくりできたらいいねんけど、むずいよな朝って。確かにライブの日特にね、うん、起きるので精一杯。そうやね、起きて外に出るのが精一杯。起きて服着るのが精一杯。確かに。でなんかさ、メイク待ってる時に起き出すような、今日もこうかみたいな。確かに確かに。移動までやっぱ寝ちゃうよな、眠くなるよな、うん、結局なんです、うん、そう、あ、いつ、そうね、結局プロテインなんか結構ね、他の配信で朝ごはんは納豆ご飯にしますって言ってたからちゃんと納豆も家に買って置いてたんやけど、無理やった。わかる、納豆ってさ持ち運び不可能やん。え、結構持ち運んでんけどな。え、すごいな。え、だって結構劇場に置いてんで、納豆結構、はい、ショールームで私納豆食べてます。納豆食べるねん。そうなん。でもさすがに楽屋で食べられへんなと思ってどこで食べてるんじゃ。え、バスで食べてんの。あ、違う違う、楽屋で納豆食べるのは違うなと思って持ってこへんかったやん、うん、今回ライブ、うん、劇場やったらいいけど。そう、劇場やったら、うん、まあいっかって冷蔵庫もあるし。確かに確かに。そうやね。ミルさんとかも食べてたよな、納豆。マジ？食べてたって劇場でなんかお味噌汁とかに入れてた。ああ、でも入れる人いるよね。びっくりした。そうそう、結構ね、納豆は美味しいから食べちゃう。
納豆納豆食べてた。結構やばい。ちょっとケイト着替えてない。私も着替えてない。え、着る？うん、大丈夫。10分で着替えれれば大丈夫。うん、準備してるもんね。でも今日そう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 、あと着るだけ。オッケーオッケーオッケー。着て、オッケーオッケー。多分大丈夫。多分大丈夫。多分大丈夫。大丈夫。多分私服で出てくかもしれない。え、無理ダメ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 。今日ちょっと。そうね。まあまあできるかな、うん、できる、まあ、できるか、うん、できる、できます。朝練習してたよ。誰と間違ってんの？ええ練習してないの？してないよ。えめっちゃ朝めっちゃ汗かいてたよ。それは練習してきてないよ。普通に歩いて汗かいてるだけ。あれおいおい私朝練習してないで。そう、うん、普通に立ち位置は見たけど立ち位置を持ってめっちゃ汗かいてたから朝から練習してたんかと。うん、ごめん。しっかり寝てた。じゃんけん、はい、ギリギリまで。今日大ちゃんとアンジュちゃんとやりました。えろやったで。いつ？朝。うそ、マジ。どこで？レッスン場で。マジ偉すぎやろ。さすがこういうとこですね、本当に。何言ってんの？だがノーミスです今日。おいいやさすがにもうね何年もやってるからできると思う。でも練習していたのにリハでちゃんと間違えた。嘘マジで。マジマジ。リハ間違えたかな。間違えバレへん程度。あ、まあまあまあ、さすがね本当に。もう起きられへんかった。朝ケイト朝早いねんな。夜の方が起きる。いやそうやね、ケイトは朝めっちゃ強い。強くないで。うっす。あ、そうやった。強くなかった。強くなかった。誰と一緒にいたら強いかもしれない。あ、そうやな。あのお家の時は強くないな全然な。そうやな。そうなんですよね。面白かったな。もう誰でも会えてない。言おうかなこれ。今日の MC で。今日の MC で言おうかな。あ、夜の配信いつも眠そうやって。うん、眠いねん。夜わかんねん。でも泊まりに来た時もすぐ寝る。すぐどっか行くな。もう、うん、もう寝るから。けど今日どこのベッドで寝ればいいってすぐ寝ようとする。何しに来てんじゃん。人の家行ってさ何しに来てんじゃん。私そう、でもこの前珍しく起きてたで。頑張ってたよこの間は、うん、この前めっちゃみんなで語ってめっちゃ中まで起きてたよな。そうやん、それが難しいと思って。好きやねんで、みんなとあの喋ったりするのは好きやねんけど、うんうん、あかんねん。でも珍しかった。頑張ったね、うん、そうそうそう。途中から話入ってなかった。そうやったやんや。そうやったやん。もうなんかいやでもほんまに強く、私も早めに寝るタイプやから意外とね。そうなんです。ちゃんと寝るとこ確認してくれる。どこで寝ればいい。どこで、うん、許可降りる、うん、どこでもいいよ。うん、どこでもいい。いや面白いね。えらい。まあでも今日はな、ちゃんとイメトレはしてきて。え違うね、ほんとそれでできるからいいやん。ラブはえちゃうね、なんかそれで思いつかんかったらさ絶対本番中は思いつかへんやん。次の立ち位置。それはそうやな。だから一回こう頭の中で公演やって、うん、いけると思って来た。いやすごい、ほんまにすごい。なんか全部さ、いやいや、うん、脳内で完結するやん。うん、それがすごい。そうだって全く踊らんでも曲踊れるやろ。そんなことないって。踊らないって初めてやる曲とかさ、うん、今回ライブでこの曲覚えてくださいってやってさ、うん、一回も踊らず本番立ってもいけるやろ。本番は無理。本番は無理。正直頑張ればいけるやろ。リズム取ることしくらいしかできやんって絶対。ほんまに、うん、それできるタイプなの。できないです。なんか燃えてる。なんか飛んだね今。すごいありがとうございます。私じゃないけど。そうで、あ、いた！近重さん。近重さん？うん、ずっと探してたんけど。え？いたで結構。え、そう待ってる間に配信しようと思ったら。あ、なるほどね。そう、うん、いやでも無理なやつは踊るでちゃんと。
家で、うん、まあな、僕たちはとかめっちゃ思ったね。それは無理、それは頭で、あれはもうほんまにお風呂が無理やった。すごい、ほんまにすごい。でも、うん、だってライブで出えへん曲とか普通に踊ってるやん、振り入れしてないの、うん、全部反転してるじゃない私の踊り。いやでもすごい、うん、なんでけんの。いや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 、うん、チカポエはね、名前許可出して OK やから普通に呼んじゃうよ。そう、呼んじゃう多分さ、一緒に配信しようって言ったらやってくれるよな。やってくれる、やってくれるチカポエは妖精ですよ。おしゃれたり、お腹減ってきた。どんなやつ食べよう、うん、でもこれはあの持って帰る。違う、着替えなんか持って帰る。このまま持って帰る。このまま持って帰ります、うん、小麦大好き、小麦を愛す女子なので。あ、なんか聞いたことあるフレーズそれ全然投稿できてないごめんなさい。そうなんです。そうそう、でもランキング読むか、うん、危ないな、うん、結構危ない。何そのテロップ、テロップっていうか何やっけ。ケイトとケイトとケイトとちょっとそろそろ溺れる時間になりそう、うん、早く来てって言われる、はい、13位りょうくん、12位トニー、11位ディクタスさん、10位味方長、9位ショウちゃん、1位ルートくん、7位ユウ、6位カニ、5位がマコちゃん、4位がオウミくん、3位がヨネ、2位がトゲさん、1位がガンさんでした。ありがとうみんな。じゃあ13位がのりむんさん、12位が佐藤さん、11位がよしさん、10位がけいさん、9位がおもこさん、8位がたつおじさん、7位がくにゃんさん、6位が加藤オーナーさん、5位がガチのつりしさん、4位が牧島むだゆくんさん、3位がしおぴーさん、2位が一つ二つみつさん、1位がしゅうさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、ありがとうございました。早着替えしてきます。早着替えしてきます。大丈夫、昨日私カモネギ衣装早着替え